めんどくさいですね。離れてるんだよね、答えのヒントが。高校生でもバンバン間違えるでしょ、ね、東大英語の授業で使ってもいいような問題です。これは週は先に見といた方がいいと思いますね。さあ、では始まりました、むちゃちチャンネルです。さあ、今回はですね、ここ筑波大学附属高校に挑戦したいと思います。共学偏差値日本一と言われるところですが、果たしてどんなレベルの問題なのかですね、英語解いていきたいと思います。あー、リスニングはないんですね。音声が公開されていませんと。ただなんかね、5 books 6 books 7 books とかニューヨークとか、具体的なすごい短いやつを選んでいく感じですね。4択になっていますね。解いていきたいと思います。はい、じゃあ行きます。レディースタート、うん、読解と和文英訳か、はい、ということで和文英訳があるので和文英訳から解いていきたいと思います。 What do you want to be in the future of a scientist? 開発したいとかってできるの中学生。 I want to develop medicineこの木はね、私が生まれてすぐ植えられたんだよ。赤ちゃんに初めて会うのが楽しみ。優勝チームのキャプテンのスピーチが印象的だった。よし、終わった。2分30秒ですかね。で、どこ行きます。はい、終わった。終わりました。いやー、めんどくさい。これは解き方を知らないで受けたら大変ですね、これ。はい、21分33秒ですね。いや、これはなかなかの大変さでしたね。確かに開成とか灘の方が難しいです。で、つくこまの方が難しいかな、どっちかな。でもこれも難しい。難易度というよりですね、離れてるんだよね、答えのヒントが。それがめんどくさいですね。結構長めの長文なんで、最後の方の空欄埋めるやつで単語持ってこなきゃいけないとかで、序盤とか真ん中ぐらいのものがあったりするんで、結構あれどこに書いてあったってなっちゃいました。これ先に説明見とかないといけないかもしれないですね。ちょっといろんな特徴があったんで、そのことをちょっと話していきたいかなと思いますね。はい、まず英作文から解いたんで、和文英訳高校レベルですかね。まあ、多分高い文法とか通っちゃいけないんだと思うんですよ。だから中学までで習うものを使ってがっつり作文させるって感じですかね。ただ高校生でもバンバン間違えるでしょ。最初が病気で苦しんでいる子供たちを救う薬を開発したいんだ。 I want to develop medicineWhich can save children suffering from diseases、ね、同じですね、全く。まあ、加算不加算、ディベロップ出せんのかなって思った。あと関係詞と、分詞、うん、ちょうど多分それを解いたんだろうなと思ったから、自分自身、Which と Suffering っていうですね、 ING 形を使いました。単数複数とか間違いやすそう。次、この木はね、私が生まれてすぐ植えられたんだよ。 This tree was planted soon after I was born。 まあそうですね、 soon after とか right after とかってやればいいと思いますね。で、赤ちゃんに会うの楽しみ、初めて会うの楽しみしている。 I'm looking forward to seeing the baby ね、はい。で、これはちゃんと文脈使ってください。すでに a baby という風に前の会話で登場してるんで、 the baby じゃなきゃいけないですね。で、初めて for the first time ですね。いや、ちゃんと引っ掛ける要素ができてます。で、次とかも厄介ですね。優勝チームのキャプテンのスピーチが印象的だったっていうので、 The speech made by the captain っていう形で、やっぱりあとか座を間違えやすそうだし、
このメイドバイとかね、まあ、当然 which was made でもいいんですけど、こことかは難しいよね。 of the winning team ですね、ここも the ちゃんと入れなきゃいけないし、 was impressive とか、まあ記憶の方 memorable とかでもいいと思いますけど、やはり are the 単数複数なんかで高校生がやっても失点しちゃうので、中学校の範囲で作ってるけど決して簡単なわけではないっていう両門ですね。まあ、和文英訳ね、練習してる人がやるのもいいかもしれないかなと思います。続いて読解ですね。最初の方はなんかね、ストーリー的にね、いじめられっ子、転校生がね、他の国から転校してきた人がね、活躍して大どんでん返しみたいな、大どんでん返しでもないか、活躍するみたいなね感じ。まあ、高校生だったらね当然読めて当たり前ですけど、中学生はなかなか大変ですよねこれね、読むの大変かなと思いますね。最初は文入れる問題、文脈分かってれば。で、説明問題ね。なかなか国立大学のような感じですけど、中学生から説明問題できなきゃいけないと。次、まあ、感情を問う問題。まあ、これはできるかなと思いますね。で、並べ替え問題ですね。まあ、22構文よく出てきますね、高校入試で。やっぱね、22構文、ソーダット構文っていうのは出やすいですね、高校入試はね。で、文を入れる問題。これも文脈ですね。ああ、次のイディオムを問う問題は、だから文脈で解かせるのかなと思ったら、選択肢他も文脈でいけちゃうから、これはちょっと問い方としていいのかな。Taking candy from a baby っていうのは、これもう文脈じゃなくて、そこにある要素から推測して答えを出さなきゃいけないから、あんまいい問題だとは思わないですけど。次、行動の理由。ああ、そうですね。まあよくね、小説とかの問題、物語文なんかっていうのは、なぜその行動をしたのかっていうのはね、よく問われるわけですけど。まあこれはできたかな。次の、そうです。空所に入る、連続する最も適切な2号を選びなさいって最後の方に出てくるやつなんですけど、って思ってめっちゃ探しましたね。なんか確かに食い物どっかに出てたなと思って、でもどこだったかなっていうね。これやっぱ最初に見とかなきゃいけないかもしれない。で、最後は友人に向けて書いたメッセージで、本文中の表現を使って作りなさいって。まあ、内容が読めてれば簡単ですね。わざわざ最初にこの手紙の部分を読んどいて探しに行く必要はないかなと思いますね。じゃあ最後の方に出てくる穴埋めはちょっと見といた方がいいかもしれないとは思った。ただね、全体の内容分かってないでそれ読んでもなんで、長い文章を記憶に残しておく方がいいのかなとも思いましたね。で、あと特徴として中がね出てるんですけど、中がついてる語句に印がついてないんですよ、米印とか。だから中は先に見といた方がいいと思いますね。特に2なんていうのは分からない単語が相当多いと思うんで、あらかじめ中を見てから読み始めた方が良かったと思いますね。まあ、スペルっていうね、その魔法の呪文なんですけど、これ分かってないと多分何の話だか分かんない人が山ほど出ちゃうと思いますね。だから2つ目の長文は完全になんていうか、おとぎ話ですね。いや、これも大変です、かなり。特にやっぱりね、後の方に出てくる空所補充がね、抜き出しなさい本文中のっていうのが大変です。ただ、さっきの一つ目の長文でやり方が分かってるので、警戒して読んでったんで、そこの部分はできたかなと思いますね。状況把握するのが大変だよね、この中学生にとっては。はい、最初は、はい、ラスト出ましたね、これね。よく出ますね。動詞の続くのラストは難問として出しやすいんでしょうね。次のスコールドとか知ってんですかね、これね。知ってればいけるかもしれないですけど。で、次の理由を答える問題。あー、これはなかなか難しいんじゃないですか。うん。結構全体のトピックがね、あるんですけど、このストーリーの中に。ただそのトピックを掴んでなきゃいけないんで。いや、これは普通に難関大とか行く大学入試の人も間違えると思います。そこをガツッとね、掴んでないと無理なんで、ね、東大英語の授業で使ってもいいような問題です、これは。で、次の本文中から抜き出しなさいっていうのも、はい、これも難しいですね。ちゃんと内容分かってないと持ってこれないですね。いや、これはレベルが高い。次も迷うでしょうね、問い語も。まあ、これしかないだろうって思ったけど、だいぶ厄介だし。あ、次の1語もね、これも抜き出すのは大変だと思いますね。え、こんな話してたってなっちゃったらダメですね。覚えてないといけないです。で、よりによってその単語も中学生には難しいでしょ。いや、結構むずい。で、次の並べ替え問題ですね。これも難しいよ。turn everything you touch to gold ですね。turn A to B の A の部分に関係詞が挟まってるやつですね。関係詞の説が挟まっているやつ、まあ、接触説とかっていうやつなんですが、ね、要素の分離が起こってるわけですよ。こんなの中学生に聞くんだなと思った。で、問い8、理由問題。あ、まあこれはきちんと読めてればいけるかな。で、1号を選びなさい。これはね、狙ってたとか、あ、来たなって思って、やっぱ前の方に出てきたやつだなって思ったけど、探しに行かなきゃいけないからやっぱ時間がかかる。あ、この話してたなって思って戻って、
って、あ、いたいたいたって感じですね。で、最後内容一致問題4つのうちの、あ、これもね、引っ掛ける気満々ですね。うん、最初に見といた方がいいかなと思いますね。それ最初に見といた人は、あ、ここ来たって言ってすぐに解けたと思うんですけど、あれこれもいけそうじゃないとかですね、あれこれ言ってたっけみたいになっちゃう人も多かったと思いますね。特になんか別に重要なとことかが問われてたわけじゃないです。細かい情報を問うてるので。はい。と印象としては時間がかかるし、決して優しくないです。難しい問題もあります。全然余裕で大学入試受ける人たちも間違えますよ、これは。なんかわかりません。この感想として、いや、こんなんできるよとかっていう人もいるかもしれないですけど、いや、バンバン間違えると思います。うん、なかなかの問題だったと思いますね。まあ、つくこまに近いと言っちゃ近いけど、やっぱりそれでもちょっと違う感じがする。で、まあ、受験されるね、方いらっしゃったらですね、あんま中学生見てないと思うんですけど、まあ、もしくはその、親御さんいたらですね、離れている答えを持ってくる練習が大事かなって思いますね。こりゃ時間かかる。長いんで、すごくめんどくさいですね。全然大学入試のね、勉強にも使えると思いますんで、楽しかったです。両方とも物語文、教育的で面白かったです。なんか、これもなんか昔の東京大学みたいなね、感じを味わいましたけど、やっぱみんなちょっと東大を目指してんですかね。やっぱ難関高校ってね、なんか昔の東大にいるんですかね。はい、そんな印象を受けました。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.